今日は夕涼み射撃会ということで16時4分という珍しい時間帯に射撃場に来てみました。はい。でですね、今日はこのレンタルスコープをスコープ越しにいろいろね動画を撮ってみたいなと思います。今ねこれがこの状態で2倍です、まあ、1倍。これがですね、1.1 倍で CC モードっていうモードから 1.123 っていう風に倍率を変化させながら見ていきたいなと。 1.1 に入るとねカチッと音がするんですね。セミの音でカチ音がかきか消されてるかもしれないけどね。ということでね、カメラのレンズは 18mm APS-C のカメラですけどね。はい、こんな感じでめっちゃ綺麗に見えるよと。でレティクルをねこれドットモードにしてみますね。パララックスを見てみようかなと。こうカメラを左右に振ります。で赤ドットが動かない感じね。ここまで来ても赤ドットが捉えてる、ターゲットを捉えたまんま。狂いがないっていう。もちろん上下も狂いがない。いいね。1倍ね、スコープの1倍で、これがだいたい実際にスコープを肉眼で覗いた時のイメージ。あ、さっきも今見てたのが 1.1 だったんだ。これが1ですね。1.1 1、これが1倍。ね。よし、もとい。1から1.1、2、3、4、6、8。おっと。お疲れ様でした。これが8倍ね。
で、パララックス。結構難しいよ、これ。撮影が難しい。ね。八。四。うわ、だいぶ日が陰ってきたのでね。こんな感じですね。というわけで、モードを変えてみようか。このレティクル、はい、ゼロ2、3、4、5、6、これがマックス。綺麗だね。5でいいかな。ちょっと実際打ってみようかな、ビビ弾を。明るいかな。まあいいか、もうちょっとズームかけようか。お、雰囲気出てきたね。打つよ。楽しい。ぐちゃぐちゃぐちゃって言った今。 BB 弾はね 0.25g のバイオ弾。いいね。ちなみにこのレティクルをね、動かすとこんな感じで動きます。こんな感じ。結構幅があるね。もっとさっきどの辺だったかな。この辺かな。うん、いいね。で、スコープのズームを今ね、これ4倍、これ6、戻す。4倍、これは 3.5倍。 3.5 倍だとだいたいトリジコンの SDOCP ぐらいな
イメージですよね。気持ちいいぞ。一応初速を測ってみましょうか。もうだいぶ暗くなってきたね。これね、暗くなるとね、ピントがオートフォーカスが効かない、拾ってくれない。あ、これ今 0.28 になってたね。あ、切っちゃった。あ、もう 2.25。 そんで、71.09、 0.631 ジュール。まあ、こんなもんですね。はい。結構ね、ローパワーなんだけど、見てもらってるような弾道。スイッチオフ。ね。3.5 倍。パララックスをもう一回見てみようか。まあ、何度見ても同じですよね。いやー、綺麗だね、このレティクルのデザインは。ジガジさん、まあレンタル品ですからね。めっちゃ気持ちいいね。無風だもんね。日中はね、ピュー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 風が吹いていますからね。お、打ち切った。はい。というわけで、射撃場レンタルスコープと、まあ、レンタルガンの紹介でした。待って待って、忘れてたよ。このビオテック、これもね、レンタル光学機器なんですけど、こっちはね3倍なんですよね。1倍と3倍。だからね、ちょっと見え方の比較を3倍に合わせて、厳密にはね、この視度調整ダイヤルで、この対象の大きさが変わるのでね、まあ、倍率が微妙に変わってるはずなので、厳密な倍率を合わせての比較とはならないですけども、雰囲気を見てもらえればなと。こうカメラ、等倍じゃない。カメラ18mm、これが人の目の感覚、ね、ターゲットのあの黒い鉄板の、まあの辺にポイント、して左右の広がりね、あのあれがぶら下がってる、あれが入ってるね、2本目、3本目の柱は入ってない、こっちはね。こんな視野角、フィールドオブビュー、はい、これ覚えておいてください。明るさとね、明るさはこれで同条件で映しますけど、よしと。
ここをね、ポチッとやると、スイッチオン。さてさて。その前にちょっと合わせようか。ちょっと合わせますね。レティクルの照度もちょっと合わせました。こんな感じで見えます。ね、ターゲット大体同じようなところをポイントしといて、ね、より広々フィールドオブビューが広い、縁も感じない、あんまり。という風に見えるよと。ただ、コンバットエイムには、3倍字でのコンバットエイムは、フィールドオブビューだけ言えば、イオテックの方が、広い視野で、見渡しながらポイントできますよということですかね。でもね、海を取ってのこの1倍率でのこのポイントのしやすさというのかな、この時点ですごいくっきりはっきりね、こう全然パラダックスが起きない、ホロサイトだからね。ちょっとレンズを暗くして、まあ、ホロサイトがゆえの性能、光学性能すごいよね。赤いダットが全然全くずれないっていうね。実物はこうですよという、あ、酔うねこれ。見てる人はね、あんまりグラグラレンズを動かしてもね、こんな風にこうでも、はい、これがイオテック。うんで、バカンと3倍、ちょっと暗くなるのかな。あ、ずらしちゃった。ういっと。いうことで、これがイオテックですよと。で、また。シュミット&ベンダーに戻すとこんな感じ。これ3倍ね。で、等倍の話、1倍の話なんだけど、こう 1.1 から CC モード、真の1倍
ということでですね、こんな風に見えるんですけど、この動画じゃね、全然その凄さが伝わんないと思うんですよね。もう何もない赤いドットが、あ、これはドットじゃなかった。このスコープの映してる範囲の中にポツンとね、赤いダットがこう浮かび上がってるというかね、この見え方がね、異常にクリアなんだよね。本当にクリアです。これはね、現物を覗かないとね、凄さが分かんないと思う。はい、というわけでって今日はもう何回も言ってるね。ちょっとスコープ持ちじゃない シューティングをしてみようかなと。今ね、このプリウスのヘッドライトをつけました。このアングルで撮影してみようかなという思いつきの動画です。こっからはね、本当はね、強力なウェポンライトとかで点灯して撃ってみたいね。今度はウェポンライト買わなきゃないじゃん。いろいろ必要になってくるね。なぜそんなに頑張るんですか。ああ、びっくりしたすいません、カメラの三脚に足を取られちゃいました。しますよ。なんか弾散ってきたね。あ、打ち切りました、うん、よっしゃ。というわけで、何シューティングって言ったっけ。ユースズムシューティング。わあ、もうとっぷり日が暮れてきましたよ。はい、だいたい30分間楽しんだってことですね。
はい。ということで、お家帰りましょう。